はい、今日はね、オーダーグラブの検品の巻でございます。いくちゃんさん、ありがとうございます。一発目が上がってまいりましたよ。シャーザーモデルということで、この箱はそうです、 MLB スタイルですね。はい、オーセンティックコレクション、本物ですよ。ザ・マーク・オブ・ア・プロね、コングラチュレーションズ、いつものね、ラベルでございますけども、じゃじゃーん、バビョーン。あ、いつも通り、あの指図書の内容にね従ってやっていきます。マックスシャーザー200パターン12インチのですね、ハンドソーベルティング、手縫いステッチですね。はい、綺麗でございますね。はい、どうですか、いくちゃんさん、これはやっぱりね、最高級でございますね。プロプリファードの MLB スタイル、このね、まあ、かっこいいよね。はい、じゃあ順番にいきますね。品番が GHMSOGPR プロプリファードでございます。もちろん公式 MS モデルですから、マックスシャーザーさん、かっちょいい。当店結構マックスシャーザーのオーダーね、お受けしてますけども、右投げ用、指カバー投手用ですからね。はい、つきますよ。それから、ショックアブゾーバーですね、レザーレインフォースドパームパッドということで、ここに見えるかな、入ってございますね。はい、じゃらん、かっちょいいね。それからラベルはもちろん MLB サイズのブラックレッド、このラベルにね、いくちゃんさんこだわりがあるということでお聞きしております。もちろんね、プロプリファードですから、この綺麗なキップレザーですね。はい、でカラーですけれども、プロプリファードね、新色ワインということで、ワインで作ってございます。いい色ですね。ワインのオーダーは初めてかな。あの定番ではあったけど、まあ、定番よりもやっぱ綺麗ですよね。はい、ピッチャーですか、全部ワインですね。それから平裏レザーが、あのディアタンドカウハイドです。このレザーパッドが立てるか、ここに入ってないけどね、本当はね、ここにロゴが入るかな。うん、でブラウンですね。はい、これあのライニング専用の素材でございます。はい、でレースカラーはこちらシェリーですね。はい、でハミは玉ハミですね。玉ハミシェリーということでやったんですけど、レースの色ちょっとあれだな。うん、でヘリ側カラーもシェリー、バインディングもシェリー。うん、で縫い糸カラーがアイボリー。じゃじゃーん。あ、ここじゃない。先にこれね。うん、このデュアルヒンジウェブがウィルソンだから、これはローリングスは。バーチカルヒンジウェブですね。バーチカルヒンジウェブ。バーチカルね。うん、で、次いきます。バンド裏は、じゃじゃーん。ドライフォームをご選択。なんかドライフォーム進化してないか、形が。そんな気がするな。はい。おー。いい感じですね。あ、いいです、いいです。いいですよ、いくちゃんさんね。はい。刻印カラーは、ね、定番の焼き印ですね。それからオーバル R つけて、もちろんね、これ連動していますよ。でこれに連動して、このねブラックとレッドのさっき見た MLB 公認マークですね。はい、でスカーレットで人差し指にローリングスの刺繍、これがローリングスっぽいですよね。ここに刺繍が入るのね。はい、それからお名前は
オーバル R の上にここにね、入ります。慎吾さんでボールマークね、ここもこだわりですね。カラーはスカーレットの文字にライトゴールドのね、縁というふうなことになりますね。で、ザ・ゴールドグラブカンパニーもこれオプションになりますけども、刺繍ということでございますね。手縫いステッチの色を選べるんですけど、これアイボリー、さっきねちょっと見たけど、これ前も説明したけどね、この裏あたりがないってね、このウェルティングにするとね、ここを縫うから内側にポコッと出るんだけど、これはね外側に縫ってるから出ないっていうね、形でございますね。かっちょいいな、ワイン。200パターンカナディアンキップレザースペシャルオーダーローリングスプロプリファード GHMSO GPR 12インチフォーザプロフェッショナルプレイヤーということでね、200パターンですから、この指股のウェルティングなしのウェルティッドクロッチですね。かっちょいい。異常なしですね。こう時々ね、検品の時に手入れとか、手入れて確認しないと、時々このね、どっか当たる時が1回あって、直してもらった時あったけど、あれどこ、あ、何の時だったっけな。ありましたよ。なんか当たるぞここっていうのがありましたね。だから一応中もね、こうやって指入れて見とかないとダメなんだけど、まあめったにないけどね。じゃじゃーん、親指側ウェーブ、バチカルヒンチウェーブ、これがキュッキュッて曲がりやすいやつね。ピッチャーですからね、こういう感じになりますけどね。で、小指側ライニングで、シェルパーム。文句なしですね。まあいくちゃんさんね、たくさんオーダーいただいてありがとうございます。これからいくちゃんさんのオーダーグラブショーがね続きそうですけれども、今日はショートでも紹介したこのシャザーモデルですね。こだわりのワインカラーでございました。ありがとうございます。